はい、ボケの TV です。3月2日11時から、いよいよ DJI から新型のドローンが出るということで、もう1時間前なんですけれども、ちょっとね、すごい発見をしてしまったので、それを紹介していきたいと思います。まあ、11時と同時に、まあ、その新型ドローンを見て記事とですね、YouTube 動画撮ろうと思ってたんですけれども、その前にちょっと面白いものを発見したので、ちょっとね、興奮して、てか暇だったので動画を回しております。はい、それが何かというと DJI バーチャルフライトというですねアプリケーションになります。これですね、すでに Apple Store でダウンロードできるんですけれども、まあここに書いてあるですね、新型のドローンのためのフライト、まあシミュレーターになります。はい、こちらですね、概要欄にリンク掲載しておくんですけれども、すでにインストールはできて、私もですね、ログインしようと思ったんですけど、ログインだけなんかうまくできない状態だったんですけれども、まあ、新型のドローンのですね、まあ、新型のドローンはちょっとね、操縦がちょっと難しいということで、フライトシミュレーターですね。こちらの、まあ、スマートフォンアプリに、おそらくですね、新型のドローンのコントローラーと、まあ、ゴーグルですかね、それを接続して操縦できる、まあ、練習用のアプリっていう形になるんですかね。これがもう発表されていたので、ぜひですね、もう気になる方は概要欄からですね、チェックしていただければな、というふうに思います。はい、というわけでですね、また11時になったらまた動画作り始めて、できればですね、まあ夜中のうちに動画出したいなと思ってますので、よろしくお願いします。